女流王家は日本プロマージャン連盟が主催するマージャンの女流プロリーグタイトル戦である2006年開始完全エントリー制であり当日飛び込み参加はできないこのうち A リーグは毎年4月から11月の期間で7節プレイオフの計7節の対戦後現女流王家とプレイオフ上位3名で本年12月に決定戦が行われる 決定戦は1日4搬送を3日間、計12搬送で優勝者を決定する。また、回リーグとして、B リーグ C、1リーグ C、2リーグの3リーグが存在し、5月から9月まで、前後節で行われる。ルールは、法王戦と同じ連盟公式ルールを採用。2個制などでは、水曜日の女流王家 A リーグ全体曲を、毎週一択配信するほか、 その後のプレイオフと入れ替え戦、12月の決定戦も全体局配信する。気により、所属人数が流動的なため、毎期昇降人数は変動する。おおむね上位20から30%程度が昇級、下位20から30%程度が高級の対象となる。1回戦 B リーグの昇級次々点2名、C1 リーグ準優勝者、 C2 リーグ優勝者によって争われる。勝者が2回戦へ進出。2回戦 A リーグ残留者の中で最下位の者、B リーグ昇級時点、C1 リーグ優勝者、入れ替え戦1回戦勝者によって争われる。勝者が来期 A リーグ所属となる。したがって A リーグ残留最下位者が敗れた場合は、次期 B リーグ高級となる。 また C リーグ所属者が勝利した場合ジャンプアップで A リーグに昇級となるが B リーグや C1 リーグからの追加高級は発生しない。桜つぼみ戦を獲得した場合特典として A リーグに特別昇級できる。2020年第一期桜つぼみとなった伊達樹里佐が初の適用例となった。ありがとうございます。